カール9世は、バーサ王朝のスウェーデン国王。1599年から1604年まで接生。グスタフ1世と二度目の日、マルガレータの子。ドーボアニヨハンによる、イボアニのスウェーデンをエリク14世範位に、協力したことで、ヨハン3世により、セーデルマンランド公爵に取り立てられた。ヨハン三世がスウェーデンを統治した最中、ポーランド王国との同盟を格索し、 ポーランドのヤギエオケと婚姻を結んだことで、1566年に誕生したヨハン三世の子シギスムンドは、1587年にポーランドをジグムント三世として即位する。シギスムンドはカトリックに改修しており、プロテスタント国家であるスウェーデンとは相入れず、スウェーデンの多い継承問題にも影を落とすようになった。 そうした中でカールはプロテスタントであり、スウェーデンの反カトリック勢力の希望の星とされた。しかし、ヨハン三世とは良好な間柄であった。1592年にヨハン三世が崩御すると、ポーランド王、ジグムント三世となっていたシギスムンドは、スウェーデン王位を継承した。しかしシギスムンドはカトリックであり、また、ポーランドを主軸としていたため、おじであるカールが、 スウェーデンの失勢となった。しかし、スウェーデンではカトリックに改修したシギスムンドに反感を強め、反カトリック勢力のリーダーとしてカールが祭り上げられることになった。そして、カールはスウェーデン国王の代行として事実上のスウェーデン、統治者となり、カトリック教会と絶縁を宣言するのである。シギスムンドは一旦はこれを認めたものの、両者の対立は避けられぬものとなり、 1598年、シギスムンドはスウェーデンに上陸し、カールの統治権を剥奪した。ここにいたりカールは反乱軍を組織し、ストックホルム南ポリンシェーピングで両者は開戦した。結果、カールはシギスムンドを破り、スウェーデンから追放して、スウェーデン王位を剥奪した。翌1599年、カールはスウェーデンの摂政に任命されたが、 事実上のスウェーデンの君主となった。対外的には1590年からのロシアスウェーデン戦争に敗れ、1595年にリボニア戦争で得たエストニア以外の獲得地をロシアに返還することとなった。こうしたことはポーランドとスウェーデンとの分裂の感激をロシア側から疲れた結果であり、カールは後に国王となると、再び、 バルト地方やロシア方面への勢力の伸長を図ることとなる。1600年、シギスムンドに協力した勢力に対し粛清を行い、カトリック勢力を一掃した。そして、スウェーデンはルター派を国境と定め、バーサーサによるスウェーデンの統治権を確立する。国内の問題を解決したガールは、1604年、シギスムンドのイボテフィンランド公ヨハンと協定を結び、 王位継承を辞退させた上で、兄ヨハン三世と同じように、スウェーデン王位の散奪によって即位した。なお、カールが旧世として即位したのは、スウェーデンの伝承、高時建説の正当化のためである。発生以前には明確なスウェーデン王カールが存在していたわけではない。いずれにしろ、スウェーデン政府は、諸も々ろもろの正当化を行いつつも結果として、独立を維持することとなった。 カール9世は、ホルシュタインゴットルップ公女クリスティーナと結婚し、4人の子を設けた。その一人が、後のスウェーデン王グスタフ2世アドルフである。なお、カール9世のもう一人の息子、カールフィリップは、ロシア内乱において、ノブゴロドで、ツァーリに衰退されている。その他、前妻アンナマリアとの子を含めて重視が生まれている。その一人、前妻の娘カタリーナは、 ビッテルスバッハ家暴流のプファルツクレーコ、ヨハンカジミールと結婚したが、その子、カール・グスタフは、後に、スウェーデン王位を継承した。スウェーデン王となったカール9世であったが、その知性は、ままならなかった。国王自身が病に侵され、近隣のロシア、ポーランド、デンマークとも、対立の極みにあった。ロシアは、内戦となり、デンマークは、 スウェーデンの独立を認めず、ポーランド王家は、スウェーデン王位を主張し続けていた。カール九世はスウェーデンを大国化させることに、不信したが、ポーランドとの戦いでは、惨敗を喫した。スウェーデンの財政は厳しく、軍事力も弱体化していたのである。諸問題を抱える中で、カール九世は、幼きグスタフ・アドルフに強い期待を抱き、帝王教育を施し、 10歳にして国政に参画させた。カール9世は晩年にロシアの内戦にスウェーデンを参戦させる中で崩御し、すでにスウェーデン軍を率いていたグスタフ・アドルフが17歳で王位を継承した。1579年、プファルツ選帝校、ルートビヒロク世の娘、アンナ・マリアと結婚、6人の子を設けた。百九十二年、ホルシュタインゴットルプ公 アドルフの娘クリスティーナと再婚。4人の子を設けた。ありがとうございます。